円形建物の例。ピサのドゥオモ広場の洗礼堂円形広場の例。アメリカ合衆国議会議事堂のロタンダロタンダは円形の建物を指し、通常その上部はドームになっている。日本語では円形建物または円形建築物とも訳される。また建物の中にあるドーム状の屋根を持つ円形の広場を指すこともあり、この場合は円形広場のように訳される。ラテン語で 円形を意味するロトゥンドゥスから派生したもので、ヨーロッパの各言語では、ロトゥンダ、ロトンダ、ロトンド、ロトゥンデとも呼ばれる。ロタンダは中世の中央ヨーロッパで特によく建設された。中央ヨーロッパでは9世紀から11世紀にかけて多数の教区教会が建設された。その頃の円形の教会は、ハンガリー、ボヘミア、ポーランド、クロアチア、オーストリア、バイエルン。 ダルマチア、ドイツ、チェコなどに多数現存する。ローマのパンテオンを原点とする見方もあるが、その多くはローマ帝国半島街にある。一般にその室内の直径は6メートルから9メートルで、アプスは東を向いている。中心の円の周りに3つから4つのアプスを備えたものもあり、それらはカフカースのものとも関係がある。現在のハンガリーにあたるパンノニア平原にはいくつかの 種類のロタン呈ンが見られる。これらの建物は古代の小さな村の教会が徐々に増築されたものと解釈できる。現存しているものも多く、古代の土台を発掘して保存しているものも多い。シャラシパトックの教会では単純な円形の振動と東側のアップスが見て取れる。デューナケジーには14世紀に長軸方向に増築された教会がある。 アイソセグにはロタンダそのものを東西に大きくする増築をした教会があり、元のロタンダの土台の痕跡がゴシック建築の振動内に残っている。多くの場合、ロタンダは新たなより大きな教会の振動として使われている。このような教会はパンノニア平原のあちこちにある。日本国の登録有形文化財に登録されている、朝日小学校園系校舎副量校津波防災。 ステーション日本では建築家の坂本かなおが経済性に優れる形式として円形建築物を提唱した。屋上を利用するためドーム屋根を排している例もある。最高、通風が良好であり、建設費も抑えられることから、校舎や市役所などの公共施設に適用されたが、部屋が局面で構成されることから、家具の配置が難しく増築にコストがかかるなど柔軟性が低いため、 1960年代、五郎には大型の建物は新築されなくなった。経年劣化によりほとんどが取り壊されており、庁舎として唯一現存、利用されていた宮城県大崎市の田尻総合支所は、希少性から建築学会が保存を求めていたが2017年に取り壊しが決定した。校舎への適用例は、円形校舎を参照。また、 第二次世界大戦前の万毛開拓団用、簡易住居の例として、日輪弊社がある。ガレリウスの霊病だった、教会道。ありがとうございます。